はい、どうもこんにちは、ベースプラネットです。本日はフェンダーカスタムショップリミテッドエディション1962プレッションベースブリックエイジドキャンディーアップルレッドを弾きます。アルターボディメープルネックローズウッドシバンのスーパースタンダードコンビネーションですね。で、62年スペックなのでスラブ割りですね。シバンはちょっと分厚いやつです。ネックシェイプは平らなオーバル C シェイプで、シバンのラジアスはヴィンテージスタイルの 7.25 インチですが、フレットはミディアムジャンボフレットのため結構ね、押さえやすくて弾きやすいってやつですね。太くて太いばかりの音ではなく、案外ね、輪郭とかも結構聞こえてきたなという印象です。でもね、色が面白いんですよね。いや、普通にキャンディーアップルレッドなんですけど、こう下地にゴールドが塗ってある。結構ね、で、レリックで赤剥がれてるとこによく見るとゴールドがね、見えてくる。その辺も当時のスペックってどうですかね。ゴールドを下地に塗ると赤がいいテカリ方をするから当時はそうしてましたみたいなことかなと思うんですけど、なかなか音も見た目もかっこいい仕上がりになってるんじゃないでしょうか。というわけでよろしくお願いいたします。